できたばっかの、ジ・アウトレット平塚にヤンキーの先輩が降り立ちました。人いますね、めちゃくちゃいますね。今日曜日ですからね。でもなんか、そうなんですよね、全部飛んじゃって、はい、急遽な感じでなんか、オファーもさせてもらってるんですけど、結構難しくて、はい、アウトレットに来ました。今回やる、感じとしては、ジアウトレットにヤンキーの方はいるのかみたいな感じで、前もさ、やりましたね。やりました。楽団来ましたね。でもこの感じだとすると丸先輩いる感じします。ちょっと。意外とおしゃれな街いやおしゃれな街つかおしゃれな、まあここの街並みの感じになってますよね。確かにアウトレットは田舎町ですよね。そんな感じがしなくなっちゃいましたよね、これを見て。別のところに来てるのかなって思うけど、ちょっと思いますよね。これ平塚なんだよ。確かに平塚感がもうゼロになりましたね、これ。YouTuber シンクいないのかな。シンク、いや、いたら声かけましょう。はい、まあこんな中でわからないですけど、ヤンキーの方がをの探しの旅みたいな感じでいきましょうか。はい、それっぽい人、それっぽい人、勝手な偏見で見てるだけだから、はい、そうですね。これが言うたびに、はい、あのアンチと一緒。はい、ああ、偏見で見てる感じですよね。ああ、アンチが自分たちのことを偏見で見てる感じありますもんね。アンコンシャスバイアスですね、マル先輩大好きな。じゃあちょっと行きましょう。はい、はい、今丸先輩がトイレに行ってる時に声かけてくれた方がいて、うん、ヤンキーチャンネル見てくれてる方がいたんですよ、吉安さんが、うん、そしたら和樹くんの後輩さんでした。おお、島田和樹くん、ヤンキーチャンネル出てる。そうです。その方に滝沢くんって言うんですけど、滝沢くんにオファーしたら、ちょっとごめんなさい撮影はっていうような感じで言われて、家族サービスしてるから。で、和樹くんの捕まった話とかも知ってましたね。ね、はい、地元では有名な話みたいで。やっぱ本当なんだって。あ、ですよね、それは。あの、今日俺アンチコメントに、はい、あの今朝返しといたから何人か。あ、そうなんですか。あー、なんか返してましたね。めんどくさいのいたから。はい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 。果たしてヤンキーいるのか。確かに今ヤンキーはいたんですけど、滝沢くんっていうヤンキーは。でもそれは無理だったという感じですね。ね、はい。逆にシュンタここでど真ん中に立ってたらさ、何人に話しかけるかっていうの面白そうだな。シュンタも知ってる人。いや、もっと奇抜な立ち方で。え、なんかコマルチの状態で。じゃあコマルチや。すごい車があります。で、今丸先輩がね、聞いてくれてましたね。こちらの車は何なのかっていう。今丸先輩聞いてくれてましたよね。丸先輩今聞いてくれてましたね。やっぱり 2000GT です。 2000GT って言うんですね。もう後期です。 2000GT って何すか。 2000GT って名前のやつなんですか。 2000GT って名前です。セルシオみたいな感じのやつですか、イメージとしては。いや、なんか前に名前あるんじゃない。あんまよくわかんない。こっち側に出てきてる。あー、白鳥さんでしたっけ。あの、難しいでしょ、ね、白鳥ってあのあれですよ、白バイですよね。あれホンダ。それあれホンダかの金持ち。あれは中川。中川さんですか。中川財閥の白鳥は、はい、白鳥麗子。白鳥麗子。しかも俺これ勝手に撮ってると思うじゃないですか。本当だ。ドン、写真 SNS 投稿 OK ですからね。 2000GT とか書いてほしいな。すごーい。価格なんか6万5000円だって。何これ。6万5780円。やっぱこういう車って本日すごいんだね。似合うじゃん、この車。すごえ、これシュンタいいんじゃないの。 BM 運転手の CBX。 いやいや、大丈夫です。別に手袋してなんかむしろかっこ悪くないですか。手袋してました、丸先輩暴走族の時。軍手ぐらいですよね。こちらっていくらぐらいするんですかね。さっき聞いたら値段つかない。値段つかない。それぐらいレアって感じですか。へえ。丸先輩がじゃあ見つけたみたいな感じのちょっとサムネにしてる。あーって顔してください。いいっすね。これ26万。って書いてあるどこに書いてある。これ書いてある。おー、ほんとだ。昔だとハリウッドとかやってたんですか。昔レディースとかやられてました。いえいえ、孫の影響ですよ。すいません。昔はあれ
段階世代だから、うん、段階世代でモーターショーがすごかったの。モーターショー、ああ、そういうことですね。コスモなんてすごいかっこよかった、展示会みたいな感じとか。展示会、ああ、へえ。山田先輩どうでした？今これヤンキーチャンネルに上げる予定にしようとしたんですけど、ボツってますね。ヤンキーいないよ。ヤンキーいないですね。はい、いやどうですかね、ヤンキーって結構絶滅危惧種的な感じがあるじゃないですか。ヤンキーというか、はい、アウトロー的な人。ええー、そうですね、そうですね、そうですね。アウトローカジュアル的な。アウトローカジュアル。カジュアルというか、アウトローファッション的な。はい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 。あと、まあ、ちょっと奇抜、アウトローよりの奇抜さが欲しかったなとは思ったんですけど。いやそうですよね。まあ、マルセンパイ、このアウトレットで日曜日かなり混んでましたけど、一人だけでしたね、ヤンキーは。はい、絶滅、絶滅ってヤンキーって言っても、はい、どっかどヤンキー、シュンダルに思い描いてるヤンキーってどういうイメージ、はい、うん、まあもう完全にリーゼントとかパンチパーマですけど、で、あと入れ墨出して歩いてるみたいな。はい、ヤンキーだと限らない。まあそうっすね、それはそうっすね。いやそうっすね、あと入れ墨をガンガン出して、もうちょっとモラルが、別にヤンキー感出すためにみんな入れるわけじゃない。言っちゃう、モラルが欠如した感じのヤンキーって、なんかなんとなくそんな感じあるじゃないですか。まあね、ヤンキーに憧れを持ってタトゥーって入れてみて入れるのかな。いやそういうのは、まあその柄によるとは思いますけど、これだから可愛くて、ほら、こういうタムロとかも着るし。あ、はい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 、千葉県のカップもするから、うん、なんか生きりたくて強がりたくて着てるんじゃないかな、うん、はい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 、あ、そういうことですね、そういうことですね。だから旬だったら別に、コメントも着てたじゃん。はい、なんですか、カズイっていうのコメント、はい、入れてみとか、なんか首からやめろとか、なんか生きがそれじゃビビんねんよとか。はい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 、エルシャルバトルの例えば、ゲームショーとかいろいろ動画出てるから。はい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 、まあ、写真でも入ると思うけど。いやいや、そうですか、これ自分が編集ですから入れない。入れない。刑務所の人たち見てもらう。はいはいはい、入ってるからいいか。はいはいはい、その人たちが目の前にそのアンチコメントを入れた人って。ああ、そうですよね。だから日本ならではの感じですよね。日本人がそんな入れ墨入れてて、なんかいかついみたいに見られたいんだろうみたいなところで行ってきてるんじゃないですか。ウリタさんの、ウリタとか。はい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 、直接、うん、知り合いなのかなと思っちゃうけど。いや、な、直接は行ってこれない人ばっかじゃないですか、基本的には。はい、というわけで、まあちょっとその G アウトレット平塚、オープンしてからまだ 1,2 ヶ月、3ヶ月ぐらいですかね。まずやっぱ初上陸ですか。はい、初上陸でボス動画切り抜き上げましょうか。 2000TT だけだったよ。あ、そうですね。あ、だからそれありですよね。いないよ、もう。あ、確かに。はい、もうそんなヤンキーも小ヤンキーもいない、はい、あ、これボツ動画いいですね。ヤンキーチャンネルで上げれなそうだなと思ったら切り抜きの方に行けちゃうっていうやり方ありますからね。切り抜きはもうセバちゃんだって。いや、そうそう、もうだって 3,4 ヶ月動いてなかったですから、最近動かし始めて。はい、じゃあそれでちょっと行かせてもらいますね、マルテパイ。で、この後は浜田さん。これをまず見てくれてる方がまず少ないかもしれないですけど、はい、浜田さん、暴走族の時の先輩の家に突で行きますよね。情報は何気なくもらってる。じゃあ行きましょう、丸先輩。一度アウトレットに来てください。はい、平塚 G アウトレット湘南っていうのかな。はい、綺麗なところです。ヤンキーはおりません。はい、終わりです。終わりです。さようなら。